山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。ただいま、セラピストさん向け7か条っていう動画をやってて3本アップしました。で、コメントがつきましてですね、コメントいつもありがとうございます。あなたも自分中心なんじゃないですかっていうようなことをおっしゃられてて、まあ確かに、思い当たる節がありましてですね、今回の3本も上げているんですが、ちょっと頑張ってるセラピストさんをないがしろにするような取られ方をしてしまう言い回しですとか、または例とか、もまあちょっと見直してみたんですけどね、あったかなと思って反省しております。どうしてもね、自分中心になりがち、だし、自分の言いたいことを伝えるために、まあ努力してる方たちを、まあそういうふうには思っていないんだけど、げんなりさせる内容があったとしたならばね、それは反省しなきゃいけないところなので、僕はコメントをしてくださったことすごくありがたいと思いますし、反省させていただきます。反省します。で、残り4本続けるんですよね。これから撮るんですけどね、そこではやっぱり努力しているセラピストさんに配慮のある、要はね、こういう配信とか意見の違いとかがあるのは当たり前なんですよね。で、まあ、言いたいことがしっかり伝わっていなかったとしても、それは僕の能力の少なさなので、それはそれで反省しなきゃいけないんですけど、聞き手さんとね、発信者が考えが違うっていうのはあっていいんですよね。それはあっていいじゃないですか。人それぞれの考えがあるから。ただ配慮のない配信は極力ないように気をつけたいんですよね。聞いてくださってる方に対する配慮、がに欠けてたかな。言い回しがちょっとね、例えばダントツのセラピストさんがどうで他の子はどうだみたいな、ちょっとなんていうのか、短絡的というか、なんていうのか、いやいやって私らだってちゃんとやってるわよっていうようなところかもしれないし、わからないんですけどね、シーンはね。でもちょっと配慮に欠けてたのはあります。で、言い訳はしないよ、言い訳はしたらダメですね。反省するとこは反省して、次の、残りの4本、配慮のある配信を心がけてちょっと話してみたいなと思います。残りの配信、やつがね、素直になるっていうのと、相手の良さを見つけるっていうのと、一生懸命さ。で、最後に持ってったルールを守るっていうのを4本、取りますけれども、ちょっと反省した、ことを踏まえた上での動画撮影、そして更新、にさせていただきますので、非常に気分を害された方、心当たりあるんですよ。伝えたいがために、分かりやすく伝えようとしたために、あ、言い訳だ、これは言い訳はしません、ごめんなさい。で、コメントで、ね、ご意見とか本当にありがたくてですね、やっぱり、この一方的な配信だと、その一方的になりがちというかね、なんていうのかな、周りが見えないようなことにもなりがちですし、ただの単なる意地悪みたいな、ただ単なるアンチコメントみたいな無意味なものに関しましては、まあ、スルーしちゃうこともありますけれども、すべてのコメントを拝見させていただいておりますし、僕にとってそのネガティブな意見というか、なんていうのかな、反論意見なんかも、しっかり受け止めて、しっかり考えるというのはさせていただいておりますので、遠慮なく、お前これ間違ってるだろうとか、最近態度悪くないかとか、偉そうなんだよとかっていうのも含めてね、確かに偉そうだよね最近ね笑っちゃう、すいません、もう本当に、反省しながら日々帰り見てやっていきたいと思ってますので、このコメントくださった方もね、謝罪動画いらないっておっしゃってましたけれども、すごく勉強になったので1本撮らせていただきました。ありがとうございました。